さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は何の話？今日はね、うん、前回皆様から、はいはい、多数の応募いただいた、はいはい、が、はい、仕上がってまいりましたので、はあ、仕上がり。はい、あれ結構コメント来て、あのみんな助けてしてくれたもんね。そうなんですよ、うんうん、まず太めのね、はい、ストライプ。かっこいいな、これ。これ杉押しですから。あ、杉押しじゃないから。ここ悪いわけがないんです、うん、これでもあれよね、俺みたいなグレーの無地でも合うよね、これ。涼しそうでね。あ、めっちゃ爽やか、うん、めっちゃ爽やかですよ、うん、なんか言うたお前夏の、ね、あ、綺麗。夏の装い。ほんまや、めっちゃ夏っぽい顔が。でもどうやって止めんの、お前。普通だとこう落ちるやないの。そうですね、うん、これいいよね、意外といい。そうなんですよ。あ、ほらグレーの無地でも OK ですよっていう感じやな。そうですね。ストライプでも OK やな、これいけますよ、あの、うん、細めのストライプとかやったらね、全然いけますね。これグレーと、あ、グレーちゃう、ブラウンとベージュかな。ベージュやな。で、これは、はい、これもいいよね。いい、うん、なんかピリッとしますね顔以外なんでこれどうやってやったらええねんな。ああ、いいっす。これいいよな。いいっす、綺麗。これあれね、グレーが入ってるか、コーンのスーツでもいけるし、グレーのスーツでもいける。いけますね。あ、これええよ、うん、これも爽やかですね。爽やか、うん、これいい。次、じゃ次はですね、はいはい、次細いストライプの、これ今1種類やったんですが、はい、こちら。ああ、この可愛い感じのね、これも人気あった。これ人気ありますね。人気があってるからみんな作ってんねん。ないよな。まあ、これ結構人気あったんで。ほんまかい。それありっすね、グレーの。そうですね。あ、これいいんじゃない。あ、いいっすね。お顔が普通になっちゃった。いや、これでいいんだよ。でいいだ。ヨーロッパ的な感じしません？ヨーロピアン、トリコロ、陽気な感じ。あー、ジャケパンとかに前も言いましたけど、合いそう。黒っぽいのでもいけますね。うん、うん、爽やかやな、これ、うん、爽やか、かつ、な、うん、はい、かつって、呼び出すの次はですね、コモンガラは、これちょっと渋めの茶色。あー、これでもあれやね、近くで見るのとやっぱ遠目で見るの違うよね、うん、今はまあね、結構あの、こういうクラシック柄が。これは何、紺のスーツでやるの。ほら、グレーもいけるやん。グレーもまあいけますね。だ、割とそう、浅見君得意のローンストなんかに合わせると今風な。ロンストでない、あの、こういうテンテレレレンってやつ。ロン、それモンストです。あ、テンテレレで、あ、わかるよ、ロンドンストライプ、うん、そうそうそう。いや、とね、スーツ無地にしてもらってね、ちょっとロンストで。ロンドンストライプ、ロンドンストライプ、うん、モンスターストライプ。あさみくんはパンドラを2体10連で2体出ました。クズ野郎でふざけんなお前押し込む、押し込む。あ、いいよ。あ、いい、なんかできる男って感じ、うん、あ、シックね。シックな感じでね、うん、シリシック。やっぱね、うん、結びやすいですね、なんかね。いや、それは柄とは関係ない柄関係ないんだ、うん、もう次はね、このザブトン柄ですね。あー、ちょっと淡い感じの毛そうです、これちょっとこうオレンジ、オレンジシャーベット、オレンジシャーベットみたいな感じで、うん、ネクタイの達人岩田リーダーがね、うん、すごい押してました。なぜこの色に惹かれたのかな、リーダーは。やっぱりあれでしょリーダーは茶色の魔術師ですから、うん、茶色の、茶色の魔術師はやっぱこういう差し色にオレンジを持ってくるんじゃないですか。茶色にオレンジ綺麗やもんね。綺麗、綺麗。何や、あいつあれな、カスエブのアブドルかなんかな、合わへんよね。でも紺系とかのジャケット、あ、スーツに合いそうですよ。濃いめのね、紺のね、うん、ちょっと濃厚ぐらいの。確かにちょっとこう淡い淡いはちょっと難しいかもわかんないですけど、うん、紺系のスーツには合うかもしれないね。綺麗に合うと思います、うん、茶色とね。はい、あ、茶色と、うん、はい、で次はね、まあ普通っぽいあ、ペイズリー。これね、珍しいよね、こう、あの、ひしめき合ってないペイズリー大きいペイズリーってね、最近ようあったんで、大きいペイズリーちょっと抵抗あるなっていう方はね、それちっちゃいペイズリーでね、ペイズリー入門で、色もね、こんなんで何にでも合いますので、まあ、パッ遠目から見たらちょっと普通のなんか小物柄かなというね。でもまあ、これもあれよね、涼しいと涼しげよね。涼しいですね、うん。素材感もまたね、うん、みんな麻が入ってるんで、ちょっとこうザクッとした、うん、意外とね、こういうシンプルなんで、こういう
こういうのにね、うん、合わせてやっても綺麗かもしれないですね。これギンガムチェックみたいな、ね、あでかっこいいよね。クレリックになってるんでね、綺麗ですね、うん、感じちゃうな、素人全然、うん、これあいいね、あいいね、うん、意外とね、汎用性が高い。もちろんね、白でもいいですしね、うん、いいじゃない、ペズリー。そうなんですよ、うん、はい、じゃあ次はですね、あ、来た、これもこのね、僕ら販売員推しやったこのビッグ千鳥。ああ、ビッグ千鳥な、やっぱ間違いなかったですね、びっちり。これね、やってみてください。めちゃくちゃかっこいいですこれ、うんうん、何色、俺みたいにグレーでも合うの？絶対合います。もう一気にグッとね、かっこいい、かっこいい、ええの？いや、めちゃくちゃかっこいいですよ。おし、やっぱりね、今期はね、うん、クラシック回帰がトレンドでもありますから、こういうクラシックな柄っていうのは非常にクレープにも合う。あ、そうなんですよ、合うんですよ。で、これね、柄が大きいので、こういうちっちゃい細いストライプとかとも全然何なんか合わさるんで、これガチャガチャしてんな、ちょっとあの中坪くんチックな、あーなるほど、あの攻めの、うん、攻め柄で、攻め柄、まあ、紺の白のシャツに紺 の, あのジャケットなんかでも合うかもしれない、ね、そうですね、ジャケパンとかにでもね、うん、合いそうなので、うん、ちょっとカジュアルっぽいよね、でも若干ね、大柄なんでね、うん、いいよ、それね、綺麗なんですよ、すごい、うん、茶色なんですけど、なんかほんまに紺も入ってるような感じ、あの茶色と紺のハーモニーなんですね、玉虫っぽい感じの色で、うん、あ、いいんちゃう、またね、ブルーとは違う良さ、はい、これロンドストローでも合うやん、合うんですよ、合うんやん、これ鉄板、これギンガムチェックの、これすぐなんかこれギンガムチェックやん、これなんていうの、ギンガムチェック、うん、ギンガムチェックはね、この色やったらまあいけますね、うん、合うよね、メリハリが出るんで、色にね、うんうん、綺麗、はい、え、結局全部何枚作ったん？8種類、8種類も作ったん？8種類、なので全8種、はい、今から、これはね、もうこの動画を見ていただく頃には、はい、店頭出てんの？お店の方には、はい、出てますので、はい、で、まあ、一部ない店舗などもあるやもしれません、ね、ああ、でももう一回聞いてもらった方がいいね、 YouTube であのネクタイ新作やったけど、 それはそっち入っとるんかい言うて、そうですね、うん、指名買いされる方はコメントにでも書いてもらったら、はは、限定10日間の販売ですから、絶対嘘やん、そんなこと言ったらもうみんな諦めはるやないか、お前、嘘です、すいません、うん、俺が在庫抱えなあかん、これ個人で買いに行ってますからね、しかもこんなシーズンものでも夏は夏らしいネクタイするのが一番いいよね、そうですね、やっぱりね、で今回ね、去年ね、リネン100で作ったんですけれども、今回ね、シルクメインなんですよ、で20、シルク80でリネン20なんで、うん、やっぱり私もね、リネン100やったら硬いイメージになるんですけど、はい、そのやっぱり柔らかさが断トツ残ってて、うん、適度にリネンの張り、うんうん、このムラ感がありますので、うん、これはね、傑作ですわ、うん、ネクタイも皆さんお早めに先着分、まあそんなにね、たくさんは作ってないので、追加なし、なし、人気のある柄はやっぱ売り切れとしまうことってやっぱありますので、うん、早く来てください、これは売り切れますよ、オリジナルネクタイね、皆さんどうか購入してください、はい、またこれによって、もしこれで人気があったら、そうです、それが8色から15色になるかもしれない、視聴者参加型の企画なので、ね、うん、これはまだ冬もあんねんな、冬もこれの売れ行き次第では、うん、やろうかと検討中です、はい、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします、お願いさせてください、どうもご視聴ありがとうございました、ありがとうございまし た, ました。皆さんこんにちは、オーダースーツの M2 プラントです。本チャンネルではスーツに関するお得な情報、面白いお話といろいろ企画しておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方をしていただき、気に入っていただければいいねのボタンを押していただくととても嬉しいです。で、またチャンネル登録数100人ずつで記念として、オーダースーツの、プレゼント企画の方も行っておりますので、過去の、当選者の画像もアップしておりますので、そちらの方も参考にしていただきながら、登録人数ぜひご協力くださいではまた動画でお会いしましょう。あかんねん。